こともできます。このシューズならファスナー式なので脱ぎ履きも簡単。脱ぎ着がめんどくさいんですよね。どっか行った時、紐をチーズっていうのが絶対ちゃんと必要なんだと思います。またシューズの中にもこだわりが。インソールが滑らかなのは滑りにくい工夫、そして表面に配合されたキシリトールには水分と反応して温度を下げる働きがあるので使い慣れも軽減してくれます。こうして最終目的地上野駅に到着。およそ2時間30分をかけて5キロほど歩きましたが、皆さんシューズの履き心地はいかがでしたか？坂は結構多かったんだけど、なんかお膝にも負担かからないし、ちょっと見えたり、とっても歩きやすくて優しいんです、足の裏に。だから全然疲労感がないですね。まだまだ行けますよ。歩きやすくて疲れにくい、ヨネックス最軽量パワークッションウォーキングシューズ。ウォーキングシューズとしてはもちろんシンプルなデザインなので、パンツにもスカートにもコーディネートは自由自在。お買い物や旅行などシーンを選ばず履くことができます。女性用はブラック、アールベージュ、レッド、新色のアールカーキ、そして限定色のネイビーの5色。サイズは22センチから25センチの 0.5 センチ刻み。男性用はネイビーブルー、ホワイト、ブラック、そして新色のブラウン、24センチから28センチの 0.5 センチ刻み。ヨネックス最軽量パワークッションウォーキングシューズ、女性用男性用いずれもお値段は税別1万3000円です。またシューズには替え紐を1組お付けします。その日の気分やファッションに合わせてお使いください。